日本愛知県名古屋市畜作星ヶ丘東山、スカイタワー星ヶ丘は愛知県名古屋市畜作の町名。現行行政地名は星ヶ丘1丁目及び星ヶ丘2丁目。住居表示未実施。また、星ヶ丘交差点及び名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅を中心として広がる地域を指すこともある。星ヶ丘地区は名古屋市畜作の東端に位置し、 名古屋市東部を代表する商業エリアであると同時に多くの大学、高校が立地する都市計画法及び建築基準法に基づき名古屋市文京地区建築条例によって指定された文京地区である。星ヶ丘地区は東西方向の東山2にある星ヶ丘交差点及び名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅を 中心として形成された繁華街とその周辺地区を指す。正式な町名としての最も狭い意味での星が丘は、地名の由来となった旧星が丘団地があった星が丘、交差点東側の地区のみである。他に星が丘を関する町名としては、星が丘本町、星が丘山手があり、星が丘駅周辺の町名は井上町。 愛知宿徳学園が所在する町名は桜ヶ丘である。江戸時代には一帯は終わりのご両輪として利用されていた。名古屋の城下町から長くて西に伸びる道が現在の星ヶ丘交差点を通過していた。慶長年間に飯田街道の姫街道として終魔街道が作られ、この地点でつながり追い分けができた。現在の名東消防署星が丘出張署付近が この道の峠になっていた。この追い分けは、名古屋から岩崎のお竹参りに行く人々や、現在の名東区、長久手市の農民が、名古屋の城下町と行き交う、交通の要所として発達した。九百五十五年に、かつて古典山の東南に富士見台と呼ばれていた、当時の名古屋市内で一番高い丘の一帯を、住宅公団が開発して、星が丘団地が建設され、その地理的な、 高さから星に最も近く輝く星の美しい丘として星が丘と名付けたのがこの地名の始まりである。1959年に名古屋市電が開通し団地につけられていた星が丘を停留所の名称として採用し、その後名古屋市営バスや1967年3月開通の名古屋市営地下鉄東山線星が丘駅や 駅周辺の各施設にもこの名称が使われたことから、この地区を指す名称として広く定着した。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学校等は以下の通りとなる。また、公立高等学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。星が丘テラス名古屋三越星が丘店。 ありがとうございます。